食塩塩味は味覚の一つ。甘味。塩味の代表的な味物質は塩化ナトリウムで、塩化ナトリウムが主成分の調味料が食塩である。人は塩味をナトリウムイオンによって感じ、影イオンが塩化物イオンの時、つまり食塩の時に一番強く感じる。塩味の味覚需要機構は、大まかにナトリウムイオンが味細胞内に直接流入し、 脱分局させることである。しかしながら、この機構にはまだ不明な点が存在している。味覚テストによると塩味と他の味覚物質は独立ではなく、混合によって、塩味が弱められたり、他の味を強めたりする。塩化カリウムも塩味がする物質だが、その味は後味が悪いと表現される。減塩調味料として食塩に塩化カリウムを加えた製品では、 塩化カリウムの味の悪さが問題となる。その改善策として、香料の添加、各種アミノ酸やペプチドの添加、などの手法が開発されている。他にも塩化アンモニウムや酢酸ナトリウムが食品で使用されている。塩味が強いことを、現在は、塩辛いあるいはターンに辛いと表現する。古くは辛いと表現した。では、富山県、特に魚津市は、 塩辛いという。これらに対し、東日本の方言では概ね、しょっぱいと表現する。過度の塩味を伴う食品の摂取は、消化器の粘膜等のタンパク質にダメージを与える。その習慣化により、味覚異常、高血圧、腎臓病、心臓病、癌などのリスクが増える。生鮮版日本国の大辞典。塩味。コトバンク。 2021年4月23日閲覧。ABC 石田、県後、業界の動向食塩の概要と減塩調味料、ジャス情報第47巻、日本農林企画協会、2012年、37、0度400億1918万2411、2020年7月19日、閲覧。食への味覚テストの出展は、 大田生育減塩調味の知識 P34 としている。東日本での表現における辛いは、西日本ではピリ辛いに対応する。ありがとうございます。